ジェシー・ウィルコックス・スミスは、アメリカ合衆国のイラストレーター。レディース・ホーム・ジャーナル氏などでの活動や、自動書のためのイラストレーションで知られる。ペンシルベニア州フィラデルフィア近郊のマウント・エアリーで、生まれ、ペンシルベニア・美術アカデミーで、トマス・エイキンズに支持し、1888年に、卒業。翌年から5年間、レディース・ホーム・ジャーナルの制作部に勤務。 ハワードパイルの授業を受けるため退社し、最初に、ドレクセル大学、ついで、ブランデーワインバレー学校で学んだ。スミスは19世紀末から20世紀初頭にかけ、センチュリーマガジン、コリアーズウィークリー、レズリーズウィークリー、ハーパーズマガジン、マクルーアーズマガジン、スクリブナーズ、レディースホームジャーナルなどで顧客のため、 物語や記事にイラストレーションを添え、書籍や雑誌に多大な貢献をした。スミスが最もよく知られているのは、1917年12月から1933年3月まで担当を続けたグッドハウスキーピング誌のカバーイラストによってであろう。スミスはまたポスターや肖像画も描いた。1916年にチャールズ・キングズリーの 水の子供たちのために描いた20のイラストレーションもよく知られている。聖居に際し、スミスは作品の原本をアメリカ議会図書館のアメリカのイラストレーション保管室に移動した。スミスは共にパイルの下で学んだエリザベス・シッペン・グリーンとバイオレット・オークリーの親友であった。スミスの論文はペンシルベニア美術アカデミーのコレクションに保存されている。すべて英語。 ありがとうございます。